松室ロードショー。さあ今回は飯テロ映画、はい、食欲の秋ということで、はい、まあ、本編の冒頭でも喋りましたけどね、あの秋はいろいろありますから、スポーツの秋、ね、スポーツ映画も山ほどあるから、はい、スポーツはね、スポーツ自体がもうドラマですから、ね、まあそうですね、だから映画との相性がいいんですよね。読書の秋、うん、まあ、読書映画もなんかあるな、スポーツ、読書、あと秋何なんか言います、食欲、スポーツ、読書かな、以上か、秋はそれのみですね。あとファッションとか、ね、あ、ファッション、ファッションの映画も山ほどありますもんね、確かに。やっぱ秋はそういうちょっと涼しくなって心に余裕ができて、うん、そのカルチャーとか文化とかスポーツとかそういうものにこう心を入れやすくなるっていうのはあると思うんですけど、まあ、メッシ映画もね今回4本しか紹介してないですけど、はい、別にメッシをテーマにしてなくても、あのそれこそジブリじゃないけど、ジブリのね、うん、あの目玉焼きとか、ね、あれは名シーンですよ ね、さっき食べちゃうんですよ ね、目玉焼き顔ね、食べちゃうんですけど、うん、目玉焼きは僕食べれるんですけど、はい、だし巻き卵は食べれないんですよ。なんですか、目玉焼き、はい、ゆで卵はいけるんです、はい、だし巻き卵、スクランブルエッグ、オムライスは、ね、混ぜちゃダメなんだ、混ぜちゃダメなんだ、なんでですか、黄身と白身が熱せられながら混ざってるのがもう僕はダメなんだ。なんでなんかね味あんまちょっとうーってなるの、ちっちゃいだから子供の時から、何の話ですか。今その卵目玉焼きと思い出して、そうね、あと飯がうまそうに見える。まあ僕はあの日本の監督で好きな監督が伊丹十三で、タンポポ、そうタンポポはやっぱその、まあ、飯も めちゃうまそうに見えるんですけど、その食べるっていうことの考え方みたいなもうなんかこう裏にテーマがある感じがして、それも面白いし、だからそれをその食べるっていうことを意識して、あのその伊丹十三のタンポポを参考にして作ったのが送り人で、うん、送り人もやっぱ死をね、死んだ人を相手する、職業だから、食べるシーンがめっちゃね印象的に使われてて、うん、なんか白子を食うシーンがあって、うん、でそういうとかもなんか当時なんかすごいなんかあの白子美味しいんですけど、なんかそれを食べてるっていうシーンの撮り方がね、なんかその人間は食べ物を食べてるんですよっていう撮り方してて、うん、めっちゃ印象的だったの覚えてるんで、なんかそういう意味でもその映画の中で出てくる食事シーンっていうのは印象的なものが多いですね。あと会話もするんでね、食事シーンってね、うん、確かに、うん、やっぱドラマが生まれます、ね、そうですよね、だからそこでこう話を展開させるっていうのも多いですよね、うん、あーでなんかゲームオブスロー、またゲームオブスローの話するけどもうでも何食べてるか分からんけど、うん、何を今食ってんやろと思うけど、なんかうまそうに見える、そうそう、何飲んでんやろ、あそこ何入ってんやろみたいなとこ、ワインばっか飲んでるから、ワインでしかないですよね、あれ多分腹減ってくるんですよね、ああいう食事会とかいいですね、ということで今回は飯テロ映画についてお話しました、はい、この動画がちょっとでもいいと思った方はチャンネル登録、そして高評価ボタン押してください。ここら辺です、うん。